アジアの歌姫テレサ・テン。その歌声は世界の人々を魅了し愛されました。さまざまな苦難を乗り越え歌い続けたテレサ。その歌声がファンの前から遠ざかっても、日本をはじめ世界の人々が彼女を待ち望んでいました。1995年5月8日、テレサは休暇先のタイのチェンマイで気管支喘息の発作を起こし、42歳という若さでこの世を去ってしまったのです。突然の訃報に世界中のファンが驚き悲しみました。葬儀は国葬並みに行われ、3万人もの人々がアジアの歌姫テレサ・テンを見送りました。テレサの死の直前、日本では2年ぶりとなる新曲が完成していました。